光集積回路シミュレーターインターコネクトのご紹介です。インターコネクトはマルチモード、マルチチャネル、また双方向への光信号伝搬を考慮した光集積回路シミュレーションツールです。インターコネクトはリング共振機から複雑な WDM 回路に至る非常に広範囲にわたるアプリケーションに適用することが可能です。 インターコネクトでは、回路図エディターを使ってご自分の回路を作成することからプロジェクトを開始します。インターコネクトでは、デザインの検証、最適化、また回路パフォーマンスの評価を一つの環境で実行することができます。インターコネクトには、受動デバイスや能動デバイスを含む、あらかじめ定義されたエレメントが多数準備されています。 またルーメリカルのスクリプトやマトラボを使ってカスタムエレメントを作成することも可能ですインターコネクトは必要に応じて時間域もしくは周波数域のシミュレーションを実行することができます周波数域のシミュレーションでは回路の応答を計算するために散乱データアナリシスを利用しますこのシミュレーションでは 個々のエレメントの応答を表す産卵行列から回路全体の素行列を構成しその素行列をもとにシミュレーションが実行されることになります洗練されたアナリシスツールと視覚化ツールを使えば振幅、位相、群遅延また分散を含んだ様々な回路特性の分析を簡単に行うことが可能になります時間域のシミュレーションはデータフローシステムシミュレーターを使って実行します このシミュレータースケジューラーは、それぞれのエレメントを双方向に伝播する時間域の波形サンプルを生成します。非常に近接したエレメントのカップリング、例えばリング変調器の分析も可能です。インターコネクトは独立したツールとして利用できますが、ルーメリカルの TCAD 製品である デバイス、モードソリューションズ、FDTD ソリューションズを使って計算した正確な回路素子の特性をインポートしてシミュレーションすることも可能です。例えば、モードソリューションズまたは FDTD ソリューションズを使って、受動デバイスの一つであるリング共振機をモデリングし、ー波炉結合部分のような工学的に重要な部分の最適化計算を実行します。 この最適化されたリング共振機の S パラメータを計算してインターコネクトにエクスポートし、インターコネクトではこの S パラメータを回路エレメントとして設定することで、他のシミュレーション方法で取り扱うには非常に大きい光回路の特性を精度よく計算することが可能になります。インターコネクトではエレメントからの双方向の光伝播を考慮できるため、反射光が回路パフォーマンスにどのように影響しているのかを評価することができます。 また、濃度デバイスに対しては、ルーメリカルの電気的シミュレーションツールであるデバイスを使って、例えばバイアスの変化に対する導波炉内のキャリア密度の変化の様子を計算します。キャリア密度の変化によって導波炉内の屈折率が変化するため、この屈折率に対する実行屈折率の変化の様子をモードソリューションズで計算し、その結果をインターコネクトにエクスポートします。 インターコネクトではこのデータをインポートすることで、いろいろなタイプの変調器、例えばリング変調器やマーセンダー変調器のシミュレーションを実行することができるようになります。パラメータスイープを組み合わせた周波数域と時間域の計算により、回路特性を完全に評価することが可能になります。受動素子、能動素子を含む様々なデバイスの特性をインターコネクトにインポートできるため、 例えば、ここに挙げているようなマルチチャネル光トランシーバーのシグナルインテグリティ解析を精度よく実行することができます。インターコネクトの回路シミュレーションでは、デジタル信号、電気信号、光信号、またはこれらが組み合わされた信号を処理することが可能です。インターコネクトの詳細に関しては、こちらのページをご覧ください。